どうも、りょうほです。今回もこちらのゲーム、見えているものの続きをやっていこうと思います。その子ね、続きか他の話かわからないんですけど、急にね、この画面になったので、ここからね、やっていこうと思います。俺は20代のごくごく平凡な若者だ。少し普通と違う点といえば、都会の暮らしに焼けがして田舎に来ていることぐらいか。あれ待って、これでもさ、前回とお話っていうかこの、文字全く一緒だな、これ。 魅力は素晴らしい。人と人との自治距離は遠いのに、精神距離は近い。都会の人との自治距離が近いのに、精神的距離が遠いのは正反対だ。あ、でも、絵は違うけど、言ってる言葉が全く一緒だな。俺の仕事はいわゆる農業ってやつ。畑仕事ってやつだ。一人でやっているため、お金はあんまりない。えー、僕絵が全然違う。 けれど、毎日やることはほぼ同じだし、だいたい流れ作業みたいなもんで、慣れたら平気だ。雨の日なんかの天気が悪い日には休めるしな。これでもさ、絵が畑仕事じゃないけど、どういうことこれ。絵と言葉が合ってないけど。えーなんかまたあれ来た。ために畑の外から、手際が悪いって叱ってくる近所のじいさんはいる。俺が来たばっかりで手際が悪いからだろう。前もね、そう。ここおじいさんの絵だったんですけど、これ見た感じ。 おじいさんじゃなくないそういうのを受けてくれるのもいい。え、都会じゃない完全に。外が暗くなれば働いて、家まで歩く最中に見える星空っていうのがまた格別なんだ。田舎なんて夜は真っ暗かと思いきや、星は月明かりで意外と明るいんだぜ。あ、帰ってきたのかな一軒家に帰ると玄関の前にはよく近所のばあさんが分けてくれた野菜が置いてある。待って、これそもそもさ。 一軒家じゃないでしょ、これ。なんていうの、アパートっていうか、団地っていうかさ、少なくとも一軒家じゃないよね、これ。これだよ、これ。近所の助け合い。適当に余った野菜を持ってきてくれるご近所さん。こういうのが都会には足りない。今日入ってる野菜は何かなーと。うん、そろそろ欲しいと思ってた野菜ばっかりだ。お、お肉が入ってる。 これなんて読むんだっけこれ、ま、前回もわかんないからこれ <laughs>、これなんだっけなん <laughs> とかやってる人がいるから。えっと、肉まがいってることもあるんだが、下ごしらえ済みのものを入れてくれる時もあるんだ。今日も疲れたが、田舎は助け合いが基本。俺の手紙を書くのが基本だ。現金のやり取りがないのがいいな。現金で全部やってる、するなんてスマートじゃない。温かみというものを感じないよな、こういう時代は。 俺の手紙を忘れたりすると野菜を置いてくれる頻度が下がる。それはちょっと窮屈だけど、ちゃんと反応があるっていうのが分かってより逆に嬉しい。夜はつまみで満食わ、いいね、お豆腐。で、眠くなったら寝るのが俺の田舎生活なんだか。あ、これ一緒だわ。これあれだよね。獣が出るんだよね。最近夜中がうるさいんだよな。どうやら裏庭に獣が出て騒いでるらしい。 あんまりうるさいから、裏に割る罠を仕掛けたんだが、罠に引っかかってくれたんだろうか。うまくやれば足を捉らえて、一発で足をかちわってくれる罠だったんだが、まだ生きてるな、これは。罠作りに関しては初心者だったとはいえ、一発で仕留められなかったのは残念だ。お隣さんとは距離が離れてるとはさすがにうるさい。これではご近所迷惑になってしまう。仕方がない。俺は彼なんてなんで、なれ、なれてないんだが、大木目の視練を持って後ろから一撃で仕留めればなんとかなるだろう。 えそもそも獣じゃなくなってる。これ人間でしょ、明らかに。そっと裏にアに近づくと、そこには確かに獣が罠にかかっていて少し暴れていた。いやいや、明らか獣じゃないでしょ、これ。だいぶ興奮してるな興奮してるっていうか、だいぶ弱ってるというか。後ろからそっと近づいて石で頭を折って、これやったら犯罪になっちゃうよ。<laughs> やったウギー ガンマツマンが少しうるさかったが、ようやく静かになってくれた。さて、この大きなイノシシはどうしようかいや、イノシシじゃないよ、これ。もう閉めてるし、あとは血抜きなんかの処理は庭でやってもいいんだが、今は夜で見えにくい。この場で解体してもいいか、他の獣がやってきても困るし、風呂場でイノシシを解体することにした。<laughs> これ完全に犯罪でしょう。庭は他の獣がやってくる可能性を考えて、水で寝入りに流しておく。 それに不衛生だし。予想外の出来事だったか明日は効果か不幸か趣みだし、解体したいの獅子でボタンの上でもするか <laughs> せっかくだからこっちからお裾分けに行ってもいいかもしれない。いや、人間のお裾分けはだいぶ惹かれるよ。<laughs> でも俺って着物の回転慣れてないから下処理が甘いかもしれないな。<laughs> とりあえず腐ってもいいだし、頑張って。V 分けぐらいはしようかな。なんかこれ人間ってなると急にすげえ怖いな。 え、本当にやっちゃったってことだよね、これ。翌日昼から鍋をしていると、村人たちがやってきた。<laughs> どうやら俺が殺したのは裏庭の神の使いだったらしい。<laughs> そんな話を聞いていない。そんなものがいるなんて嘘だろ現代で神だの神の使いだなんておかしいじゃないか。それなのに俺は村人たちから狭い部屋に根禁され、ひたすらどうとしまいつけるんだ、と怒鳴られる。知らなかったんだ。仕方ないだろう 何日も何日も似たようなことを言われて、心も体も限界だ。<laughs> イノシシの一匹屋に引き、いいじゃないか。何ここ、裁判所村人たちが俺を集会所へと引きり出して、俺を囲んで何やらゴニョニョ喋ってる。村、村長が村のばあさんとかに意見を聞いて、これは俺の処罰を決めてる、決めてるのかしばらく何回話した後、俺の処遇がどうと決まったらしい。神への生贄にする、だってさ、バカらしい。 手をくられて俺は村人たちに運ばれる。あれは神社だろうか。嫌だ。俺は生贄なんかになりたくない。え、これで終わったんだっけ、前回も。暴れたら何か薬のものを撃たれて一地が移れていく。どうしてだここは平穏な村だったはずだろうそれがどうしてああ、出たこの真っ白な部屋。気がついたら白い場所にいた。どこを見ても白かった。 なんかまた出てくる女の人も違くなってる。やってくる奴も白くて長かった。え、白いけど別に長くはなくない神の使い立ちかそういえば手足が自由に動かないことに気づいた。俺が体を見ると、え俺は白い蛇になっていた。これね、前回ちゃんと蛇の絵が映ってたんですけど、これ人間だよね、明らかに。 こ風ありもしかして。展開一緒じゃないこれ絵が違うだけで。どうなんのこっから。ええ、どういうことこのゲーム。わかんない。なんかあのー、前回と絵が違うだけで、内容全く一緒だったぞ、これ。え、何この不思議なゲーム。ってことで、でもこれ。え、終わりってことだよねこれで、ね。 えーなんか不思議なゲームだったなぁ。ということでじゃあ、今回はね、<laughs> ここで終了にしようかな。ご視聴いただいた方、ありがとうございました。